おはようございます。スリージャック、中央支部の小柳です。今日はこの来年発売予定のダニエルヘッドロックを使って、ちょっと1日やってみたいと思います。発売直前になって、最終のテストになりますので、これでどういう評価が出るか、ちょっと頑張ってみたいと思います。いや、朝日が綺麗でいい感じですね。ちょっとね、表の方は風が強くてなかなか釣りづらい状況ですけど、そこの岬から内側にかけてはかなり穏やかで、狙いやすいかな。多分水深がね15メーター、深いところだと20メーターくらいあるのかな。で、潮が朝一とろいような感じなんで、とりあえず、ダニエルヘッドの28グラムからちょっとやってみたいと思います。これカサゴかな。なんだろう、この引かない感じは多分カサゴだな。よっしゃ、やっぱり、イエー、がっつりですね。よっしゃ、お願いします。バイトはいい感じだったんで、キジハタかなと思ったんですけどね、ガッシー君でした。よし、ちょうどやっぱあの沈み瀬の上か際かそのくらいで組みましたね。多分だいたいこの辺が10メートルから15メートルくらいの水深があって、で多分背の上がトップで7メーターとかそのくらいなのかな、感じ的に。よっしゃ、食った。これはなんだ、さっきよりはいいけど、これもなんかガッシーっぽいな。お、ちっちゃいけどキジハタくん。よいしょ、キジハタでした。やっぱでもいいバイトしますね。よいしょ。いや、ロックフィッシュはね、やっぱり当たりが何よりもやっぱ気持ちいい。結構ね、でかいのから食ってくる傾向があるから、なかなか今のサイズが釣れちゃうとここは厳しいかもしれないですね。なんだ、カサゴかな。お、やだ。よし、ちょっとサイズが上がんないけど、よし、じゃあちょっとね、ここ根がきつかったんで、スイミングで寝上がったりしてちょっと辛かったんで、シンカー軽くして振りてきたっすね。ねえ、今日風も波も落ちる予報って言ってたけど、なかなかそんな感じがないね。
ニエヘッドロック、ワームはねちょっと今プロトでやってるやつですけど、ダニエルヘッドはこれ最終のプロトです。結構ね風が強くて、表が釣りができなくなったんで湾の中に入ってきたんですけど、それでもちょっと風が強くて、まあ、このルアーねずっとただ巻きで使えるので、こうアクションしない分糸付け出さなくていいので、結構こういう風が強い状況でもしっかりと使いやすいルアーになってます。一緒の場所でもう一発、ちょうど足元の張り出しの先端で打ってきましたね。楽しい、タコ食ってる感じですね。巻いてゴンってくるとやっぱ楽しいね。